28滝へ来ています。なんかもうすでに、ちょっと秋前なのであれなんだけど、もみじがもうね、たくさんあって、これ結構秋来たらもう面白いんじゃないかなと、なんかそんなような感じがしますね。うわぁ、ちょっとね、伊豆育ちにはこの熊っていうのも全然馴染みないですね。あ、出たらどうしよう、怖い怖い。こうやって久しぶりに渓流歩くと、なんかとてもね、気持ちいいですね。でまあ最近ね、結構運動不足なので、なんかちょっと登るだけでも疲れたり、なんか機材がねすごく重く感じたりっていうあれでね、少し足をね鍛えないとダメかななんて思います。もう太陽の光とかも考えずにもうね来たんですけれども、太陽が入ってくれてます。で意外と大きい流れとかっていうよりは、なんかこう細かい流れがすごくあって、本当にこう山間を滑り落ちてるというかね、そんな感じですね。はい、でこれがですね、この日のファーストカットになります。まあいろんなね流れは素晴らしいところは結構あったんだけれども、特にねこの左上のこの緑の存在っていうのがあるので、まあこれを撮ってみようかななんて思いました。まあただね、あの流れだけを撮るっていうのは、まあ例えば世界観があるとか雰囲気があるとか、いろんなこう作り方っていうのがねあると思うんだけれども、それでもね最低限こうワンポイントっていうのがないと、なかなかこうまとまりづらいんじゃないかなと僕はいつも思ってます。なのでやっぱりね、あの渓流を通るっていうのはね、まあ、滝もそうなんだけれども、結構ねやっぱカット数っていうのは全体的に少なくなっていくんじゃないかなと思います。であれやこれやっていいとこあるんだけど、ただそれをね撮るだけっていうのだと、どうしてもね写真としてねこう作品にはなりづらいっていうのがあるので、なかなかね大変ですよね。いやーね、大きい滝だね。一応足元では葉っぱ回ってますね。ちょっとあれチャレンジしてみようかな。はい、このねやっぱり渓流に落ちているこの葉っぱですね、まあ、流れに乗って長時間ロープを使ってくるくる回る様子を撮ると、でまあ皆さんねよくね撮るカットだと思うんですけれども、まずはねまあ、シャッタースピードも適当っていうのはおかしいけど、10秒でも5秒でもまずかけてみて、その渓流での流れの、速さのちょうどいいシャッタースピード、葉っぱのねいい具合で回るねっていうのをまず見つけて、であとはね全部がね均等に回ってるわけではないので、ボリュームのあるところが例えば手前に来た方がいいのか奥側を回った方がいいのかっていうのをきちんとね見極めて撮ってあげると、ただやみくもにね何枚も撮って形が悪いっていう風になってしまうので、まあ、そういったところはね結構ねこの渓流のこの流れの落ち葉を撮るコツになるんじゃないかななんて思います。でね、あと気をつけなきゃいけないのは PL フィルターで、きちんとね光の塩梅残し方だね、
っていうのをきちんと計算してやってください。全部ね効かせちゃうと、結構ねなんつうんだろう、立体感のないのっぺりとした感じになってしまうので、若干ね残し気味でやってもらうといいんじゃないかなと思います。いや、なんだかあんま収穫がなかったな。結構なんとなく取れそうなものがねあるんだけど、なかなかねその作品ってなると難しいですね。なんとなくやっぱり少しずつ色づきが始まって、秋ももうすぐだよっていうね感じで、これでなんか僕ねあんま植物とか詳しくないんであれなんですけど、この時期のこういう渓谷だったり森だったりってなんかすごい甘いねいい匂いがするんですよね。なんかこの独特のこの匂いを嗅ぐとなんとなくねまた秋が来たなというかね、このちょうどこの季節の変わり目みたいなね感覚が蘇ってなかなかねいいですね。まあね、こうやって撮影がね結局できなかったとしても、まあまあねこういった空気を吸えたり、いろんなこうねこう観察しながらあれこれ考えて頭を動かしたり、やっぱそういうのがねいいですよね。なので結構撮影をね中心に来ちゃうとどうしてもそういった感覚がなくなっちゃうので、ここちょっとだけ取れそうかな、なんだろう、やり方によっては取れそう、面白そうだなこれ、ちょっとやってみようかな。こんなとこですね。で、なんつうのかな、この、ちょっとね動画だと分かりにくいんですけど、笹の葉の、空が開けてるところ、これがね実はね空の青を拾って、影の方は緑なんだけど、こっちの方ね、こっちの方は緑なんだけど、結局ここに緑と同じものなのに緑とこの青の面白さで、この手前の大きいこの葉っぱですね、ここに、偶然とこの黄色いのが乗っかってると。で、色よく見てみるといろんなとこにもこう偶然乗ってるのがあるんですけども、あ、今一番落ちてきましたね。まあ、こんな感じで、この方向感とこの露出さですね、影と光にある方が青い色を拾ってると。それとこのもう一個の、これで、ね、この葉っぱがあると。で、偶然ね、この手前の葉っぱだけすごく大きいんですよね。なので、これをちょっとまた広角を使って、ぐっと寄ってね、撮ってみようかななんて思います。はい、先ほどのカットはねこんな感じになったんですけれども、やっぱね斜め上の方からね青い光が当たってるように見えるんですけれども、実はこの部分っていうのはただ、上が開けていて、ここに晴れている空の青が映り込んでいると。で、他のところっていうのは上が、開けてないので影になっている。で、ここに、照度差ですね、明るさの差があるので、まあ、露出をねちょっとマイナス2っていう補正になるんだけど、ぐっと絞ってこの青のラインを目立たせたと。でね、実はこのシーンっていうのは別に絶景でもなく、何かこうすごい光景があって撮ってる写真ではないんですね。っていうことは見過ごしてしまったらこのシーンっていうのは埋もれていってしまう。なのでやっぱりこう僕もね普段からこう見つけようっていうその視点の中で、やっぱねこう自分だけのこう出会いっていうのはこういう形で形になっていくので、
とてもね、嬉しいですよね、こういうのを形に残せるっていうことは。で、逆に言うとね、皆さんもこういったシーンっていうのを自分の独自の視点の中で見つけるっていうことをして、まあ、一つの形にしていってもらいたいなと思います。やっぱね、絶景だったりその現象だけがね、写真の全てではないので、で、その現象を撮るっていうのはね、確かにね、簡単だし、自分もドキドキするしね、僕も本当はね、大好きなんですけど、なるべくね、最近はね、例えば朝早く行かなきゃいけない場合もあるんだけど、こういう風に昼間にさーっと出て、自分だけのね、時っていうのを探す努力はね、しています。いや、今のとこね、撮影終わりました。いや、なんかね、助かった感じ。今日はね、棒に降るかななんて思ってたんだけど、やっぱね、こうやって一個の出会いでワンカット撮れてね、満足できればいいんじゃないかななんて思います。やっぱこれもね、本当に、一期一会というか、今の時間帯ね、ここを歩いたからこそこの光の感じが分かったし、やっぱそういうのはね、無駄にしたくないですよね。なんて言ってると、また面白そうなとこありますね。まあここはね、まあいっか、同じ方向の中に1個だけ横か。せっかくなんでやってみようかな。はい、これがね、最後のカットになります。見つけた時ね、たくさんの笹がこう前方を向いてる中に一つだけね、右を向いた、方向感の違う笹がね、ありました。で、それをね、ポイントに撮ろうかなと思ったんですけれども、ちょっとね、広い状態だと、乱雑になりすぎてしまって、なかなかね、その方向感の違う一つっていうのを表現できなかったです。なので、発想を変えまして、手前の大きいものと奥の小さいものっていう、この比較の面白さを、じゃあ形にしようということで、この手前のものをぼかし、奥のものにピントを合わせるというところで、本来大きいものの方が強いんですけれども、ぼけたことによって向こう側の小さい存在っていうのが力を増すと、そんなような、ね、構成でね、この1枚を作ってみました。はい、それではね、今回の動画はこれで終わりになります。で、次回はですね、この翌日に乗鞍へ行っていますので、またその様子をね、ご紹介できたらいいなと思います。ちょっとね、今年の乗鞍はね、あんまりなんか紅葉が良くないんじゃないかななんて思って、結構ね、撮影の方は苦労したんですけれども、またね、それなりに自分の視点で撮れてるなっていうカットもね、何枚かありますので、また皆様のね、ご参考になればいいかなと思います。それでは、皆さん、ご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。